はい、カザコだけ意味がわからなかった。カザコは一体何だったんだ。とりあえずこれで全部見ましたね。いや、なるほどね。そっか。いや、まだ気になることは残ってるけど、まあ、とりあえず一旦全部は見れましたね。なるほどね。やべやべ、ちょっと待って、消せてない。なんだか複雑だな。気持ちがもやっとするな。お、なんか落ちた。まあ、あとはご想像にお任せっていうところかな。ね。電話かけずに進むのは、いや、十中八九それは俺はもう戻れないで終わりでしょう。はい、ということでした。いやー、あの子供は何だったんだろうね、カザコね。コピペおじさんは、あれは父親を探すのを攪乱するための存在だよ、あれはきっと。じゃあ、とりあえずちょっと、先、お手洗い行ってきていいですか？ちょっと結構ビビって、膀胱にダメージ入ったから、ちょっと行ってきます。はい、というわけでね、今日もありがとうございました。よっこいしょと。ふぅ、よし、ちょっと待って、帰ってくるの忘れた。はい、ありがとうございました。はい、ちょっと今日はね、ちょっと連日の疲労で体がね、ちょっと痛くて、ちょっと緩めにやりたいなと思ったので、ちょっと短い枠にしました。いや、本当はめっちゃ悩んでて、8位以下即終了マリオカートと悩んだんですけど、さすがに8位が即終了だと短すぎて、ちょっと寂しいかなと思ったんで、1時間はかかりそうなものを選びました。まあ、明日くらいには多分ね、ちょっと治ってると思うんで、楽になってると思うんで、明日くらいには、バイオ RE2 の最終回やりたいと思います。いや、本当にね、ちょっと、いろいろ、ね、番とかあったりもしたけど、本当に、気持ちありがとうございました。来週はね、結構ね、船長ちょっと忙しくて、忙しいのよ、めっちゃ。ちょっと忙しくて、12、13、14がね、全部予定あって、結構ね、かなりきついんだけど、収録用事って感じで、めっちゃ忙しいんだけど、まあ、でも、なんとか配信したいなと思ってるので、とりあえず、コラボの予定は入れました。ええ。なんで来週結構コラボって感じになってます。そう、ちょっと自分の配信で何かネタを用意する時間が足りないかもと思ったんで、コラボをしようって話をして、来週はちょっとコラボが多く、それ以外にも別で誘われたコラボも入ってきてるので、来週ちょっとコラボ多めですが、まあ、以降はそんなに入ってないんで、とりあえず一旦ね、そこだけコラボ多めになるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。てにゃんわけでね。誰とかな、まあ、いろいろある、さまざまあるコラボの予定。そう。まあ、またお話しします。ちょっと、一旦ね、まだ置いといて、ちょっと予定がどうなるかわかんないから、変更になるかもしれないから、一旦伝えないでおくんですけど、まあ、わかり次第、伝えます。今日、メンギンある、どうしよう、ちょっと、体痛いな、体。
や、体が痛くて、ちょっと、もう本当に体力ないんだよね、船長。めちゃくちゃ、連日収録を続いただけでもう、もう体中痛くて、もうバキバキです。寝起きのね、目覚めの悪さが半端じゃない。体中が痛くて、痛たたたって感じで。うん。まあ、近々やります、また電源は。うん。お待ちくださいという感じで。いつもありがとうございます。バンの時とかもね、心配しつつもみんな笑ったりね、盛り上げてくれてありがとうございました。うん。おかげでなんとか元気に配信できております。どうもありがとうございます、いつも。じゃあちょっと、今日はね、この後はゆっくり、うん、ゆっくりと、風呂入って、ゆっくりして、休もうと思います。じゃあ、スパチャ読みをしてから終わろうかな。声がね、枯れ散らかしてるのはね、もうね、どうしようもないことなんでね、ちょっと、許してください。ですね。ちょっと船長の、喉の出来物が治るまでは赤スパ読みにしたいと思いつつ、ちょっと気になるようなコメントがあったときはそちらも拾うみたいなスタイルでやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。赤スパだけにしたら今日はすぐ読み終わるかもしれないな。ちょっと待ってね。くる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 。昨日のも読むとなると、でも逆に多いかな。でも昨日、赤スパだけならいけるか。ガラガラだ、声が。声がガラガラです。お姉ちゃんも仕事辞めたの。なんかもう辞めるっても言ったらしくて、だから今、有給消化に入るらしいです。来週有給消化に入るらしいです。うん。喉治りつつあんの？どうでしょう？とりあえず薬なくなってから一回店に行くんで。同居するの？いや、同居する方向で考えてて、今、物件をね、探してるとこです。珍しくね、お姉ちゃんが勇気出したんで、せっかくだから、ねえ、なんだろう、ちょっと都会に来て、楽しい思いをしてほしいなと思って。うん。そう。って感じですね。同居生活楽しみだね。ちょっとじゃあお姉ちゃんとのね、暮らし始めたらお姉ちゃんとの生活エピソードが増えると思うんですけども。で、何よりね、お姉ちゃんがね、家事をすべてやってくれる予定なんでね、そこがすごい楽になりそうですね。家事と料理全部やるって言ってたんで、うん、代わりに船長が家のお金全部出す代わりに、家のことを全部やるっていう約束になってるんで、楽しみだなぁ。一緒に遊びに行ったりしよう。うん、時間があったら。そう。ねえ、もう家政婦みたいなもんね。家政婦みたいなもんよ、もう。助かるね。ワイの晩ご飯ハンバーグのやつ。なんで君と船長が一緒に暮らしてる体なんですか？うん。何年ぶりに一緒に暮らすの？何年ぶりだろう？5年？5年かな？ねえ。久しぶり。他のフォロメに紹介とか、いや、めっちゃコミュ障だからな。友達に紹介できるレベルかわかんないけど、まあでも、家にいればばったり、リビングとかで遭遇することはあると思う。その時は多分、あ、お姉ちゃんだよって紹介すると思いますけど。そう。うん。ねえ。声聞かせてあげたいけど、まあもし、なんとか説得できれば、チラッと声を聞かせてあげることはできるかもしれません。うん。他のフォロー面からお姉ちゃんの話聞けそう。部屋にこもって出てこなかったとかね。で、ありそう、エピソードが。うん。いや、さ、もしかしたら男と疑ってるかもしれないんだけどさ。いや、本当にお姉ちゃんだからね。マジで。本当にお姉ちゃんだよ。聞かせてあげたいけどね、船長もお姉ちゃんだよっていう証拠に声を。でもお姉ちゃんがあまりにもね、人に知られるのがすごく嫌なタイプだから難しいんだよ、なかなか。もうずっと船長の配信ずっと見てくれてる人なら知ってると思うけど、お姉ちゃんね、本当にね、人に、なんだろう、認知されたくないタイプなの、めっちゃ。うん、そう、お姉ちゃんだよ、マジで。本当にお姉ちゃんなんだが、
でもやっぱ怪しいのかな、これって声優の弟みたいな怪しさがあるのかしらね。えまあなんか声聞かせられそうだったら聞かせたいと思います。声がガラガラだ。ちょっと待ってね、スパチ、ちょっと待ってよ、スパチスパチスパチ、声似てたりする。似てるかな、分からん。一緒に歌枠やってよ。いや絶対無理だよ。お姉ちゃんって会社でカラオケ行ってもさ、あの一般人のふりして愛子の歌しか歌わないんだよ。似てるかな、わからん。自分じゃちょっと判断つかんねん。配信に声が混入しないかな、わかんない。でもあれだからね、お姉ちゃん結構静かだから、人と電話もしないし、静かな女だから友達もいないしね、声って入んないかもしんないね。くしゃみも静かだし、キシュッみたいなキシュッって感じだから。センチューリー歌うまいの？センチューリーは絶対歌うまいと思う。センチューリーは絶対うまいね。ちょっと待ってね。よいしょ。船長も言うて、船長言うて大して上手くない。ゆうゆうさん、赤スパありがとうございます。ラミーちゃんに尻を叩かせる代わりに等価交換で船長が胸を揉むとのことでしたが、私の記憶が正しければ、日本地図&ズーン宛ての結果でラミーちゃんが船長の胸を揉むということになっていたはずです。その契約はすでに履行されたのでしょうか。されてなければ上記等価交換プレイに組み込み、等価交換を成立させるために船長もラミーちゃんの尻をめでる必要があると思います。尻か、尻か。でも船長尻ってそんなにね、触りたいと思ったことないの。あんま尻にあんま興味ないんだよね。悩むな。尻か、尻触ろうかな。あんま興味ないんだけど、お尻。小野純也さんもカスパありがとうございます。この間誕生日お祝いしてくださってありがとうございました。昨日の晩はとても驚きましたが、また船長の姿を見られてよかったです。お疲れだと思うのでゆっくり休んでください。ありがとうございます。嬉しいです。お気遣い感謝です。お誕生日もね、おめでとうございましたね。でも晩がねあったけども、それでもね、君たちね、こうやっていつもそばで見守っていてくれて、どうもありがとうございます。嬉しいです。ゴリマチュールさん、ギリギリ、赤スパギリギリ、9999。でも読んじゃう。読まれないから言える。船長好き。でも読んじゃう。ありがとうございます。ショートートさん、赤スパありがとうございます。最近いくつかの困難に遭遇しました。最近いくつかのアダルトビデオを見た後、興奮するのに長い時間がかかります。興奮するのに、待って、船長が僕を助けることができるいい方法はありますか？アダルトビデオを見た時に興奮するのに時間がかかる。それ多分ね、それはね、性欲枯れてますね。でも枯れてる時は枯らしとけばいいんです。何もしなくてもね、勝手にね、戻ってくるんだからね。え、そんな無理に復活させる意味なんてない。枯らしとこう。むしろ邪魔だよ、性欲っていうのはさ。邪魔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 、煩悩は邪魔だからね。悪ない方がいい。だからない時はね、ないのを楽しんでください。どうせ元に戻るから。はい。カメメイさんもお菓子ありがとうございます。おい、マリン。今夜は月が綺麗ですね。マリン船長だろー。ええ。月が綺麗ですね。でも月っていうのは手が届かないものですから。はい。そして、キミのレイさんの誕生日おめでとうございます。成人しました。君そんな若かったんだね。優しく撫でてください。撫でます。よしよしよし。
あ、誕生日って言っても、あ、名前の誕生日、名前の誕生日。え、木曜日のなこちもう名前の誕生日おめでとうございます。マリンダで撫でてほしいです。で、できたら木曜日のの部分新しいのに変えてください。いや、覚えやすいからそのままでいいんじゃない。ね、か、なんでもみんな名前変えすぎだよ。変えなくていいよ、名前なんてさ。そんなさ、コロコロ変えるもんじゃないって。ね、大事に、大事に使って、自分の名前。お誕生日おめでとう。ちょっと声枯れ気味だけど。マリンタンだよ、誕生日おめでとう、投げますドン。はい。ですね。あとは、でも、そんなもんですかね。なんか他に、ないかな？チラチラ。チラチラ見て。チラチラ見て。ですね。他になんかあるかな？お父さんじゃない。お父さん。うん、あ、これも赤スパだわ。え、ルイーさん、ありがとうございます。初スーパーチャットよろしくお願いします。ありがとうございます。現在大学院試験を準備して結果待っている。ストレスと不安の状態にあり、数ヶ月よく眠れなかった。あら、それはしんどいですね。不安になった時、船長の声を聞いていつも癒されています。あー、よかったです。ホロライブに出会った頃から船長が大好きで、今も変わらない。実は今日が私の誕生日だ。できれば船長から励ましていただけませんか。お誕生日おめでとうございます。励ましか。まあ、結果待ってる時ってもうドキドキソワソワしてしんどいよね。まあ、でもなんだろう、まあ船長もそういう結果待ちでドキドキソワソワしたことあるけど、船長結局それでダメだったことがあるのよ。結果待ちをずっとしてて、結果結局ダメだったことがあったけど、でもダメでもやっぱり人生なんだかんだこう勝手にね進んでいくから、ダメで、ああダメだったかって死ぬほど落ち込むかもしれないけど、なんかどうにでも転がっていくからね、あんまりそんなに不安になりすぎずにね、どっしり構えていけばいいんじゃないかなと思いますね。良い一年お過ごしください。ありがとうございます。せいて沢田将軍さんも、初スパありがとうございます。そしてですね、そしてですね、ティアさんも赤スパありがとうございます。最近のことです。船長のサムネに見慣れたせいか、船長のどんなサムネを見てももう全然エッチに感じません。それは問題ですね。いや、エッチには感じてほしいのに、せっかく色気を放出してるのにもう色気を感じられなくなってしまったというのは衝撃ですね。いや、まあありがとうございますと。ギャングキャットさん赤スパありがとうございます。メンバー1周年ありがとうございます。メンバーシップもね、歌ってみたとか限定で出してたりするんで、ぜひぜひね、より船長のことをより推してる気分を味わいたい人はぜひメンバーシップ入ってみてはいかがでしょうか。はい、あとはですね、ちょっと待ってね、これもそうかな。マイスターさんも赤スパありがとうございます。Can you hear me, マリン、マリン、何、どういうこと、マリン、マリン、船長マリン、 Can you hear me, マリン、マリンって書いてある。何だろう、センキスーパーチャット、どういう、すごい勢いだ、どういう意味。それは今日逮捕されなくていいの？大空警察？いや、今日はされないと思うよ。何も言われてない。いや、前回ね、罪状が多いってことで言われたんで、まあ、もう2回目はないでしょ。うん、何も言われてないし。天たけしさん。メンバーありがとうございます。そしてお誕生日。おめでとうございます。ちょっと過ぎてますが、良い一年お過ごしください。そうだよ、罪もないのにバンもされたからね。もうね、もうされることはされ尽くした。カードセブンさんもお菓子ありがとうございます。サムネは、サムネがいつもエチエチ？
やっぱ1-1だよね、サムネ。ええ。サムネはいつも1-1です。船長のこだわりですね。やっぱり、なんだろう、船長はちょっとエッチな画像を見るとやっぱり元気が出るんで、みんなにもその気持ちを分けてあげたいなと思って、船長のスペシャルエッチな画像をね、サムネにして、こう、みんなのテンションを上げてあげてるわけです。ええ。その思いが伝わってよかった。シャシャニャンコンはガスパありがとうございます。私はペコマリが好きです。ペコマリ好き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 。ペコマリ本当に素晴らしいね。私は病気になりました。病名、ペコマリ禁断症候群。ペコマリを歌詞にして即興で曲を作ることができますか？いや、無理ですね。無理ですよ。どんな曲作ればいいんだ？わかんないよ。ありがとうございます。まあ、またなんかできたらしたいと思いますが、ちょっとね、どうかな。まあ、できたらしたいですね。はい。といったような感じでね、ありがとうございましたということで、また明日お会いしましょう。ちょっと今日はもう体が痛いんでゆっくり休みたいと思います。どうもありがとうございました。また明日お会いしましょう。それでは行きますよ、出航。こうしてこうですね。ゲーム閉じよう。いやー、あー、シーエンペラーさん、よかったな。話よかったね。なんかこう落ちてるパッドを読んでると何があったんだろうっていろんなことが気になって引き込まれていきましたね。もう最後はねえ、最後終盤はね、全部のパッドをね、読み返しましたもん。もう何か船長の知らない何かが起こってなかったかなとか気になって、うん、いや、船長のタイムカプセル見つけてもらえるかな。話良かったね、すごく話が良かったわ。いや、なんかあの異星人の存在も気になったし、ウイルスに感染してるっていうのもええって感じで、でもそのなんであんな撃ち落とすようなことしてるんだろうって、異星人はここはさ、もう侵略してるのかなと思いきや、異星人はもうここにはいなくて、何千年も前にこのウイルスを広めないためにあの隔離執行ユニットを作ったんだとかね、いろいろ、ああそうなんだってなりましたね。いや、すごかった。いや、他のみんな、誰か生存者に会いたかったな、誰か助けたかったね。出がし号はマルグリットくらいは生きてるかなって思ったけど、誰もいなかったし、みんな死んでたし、あんなに屈強な女でも死んでしまうんだなって。いやー、すごかったな。海外に気が拾って、わーお、何書いてあるかわかんないぜってなりそう。いや、そうだね。そもそも船長もさ、拾ったタイムカプセル、英語で何書いてるかわかんなかったもん。あ、そうだ、言っとこうじゃ。サブノーティカの中に、私のタイムカプセルを、残しました。ゲーム内でもしかしたら見つけられるかもしれないので、探してみてね。I left my time capsule in Subnautica. Look for it in the game. Maybe you can find it. サーバーとかあるのかな？船長ね、一個だけしか見つけなかったんだよね。タイムカプセル。一個しか見つけらんなかったけど。ねえ、見つけられるかな？ケアジも見つけたら教えてね。いやー、2はどんな話なんだろう？ 2 もストーリーいいのかな？ 2 もストーリーいいといいな。
1データ1カプセルなんかな、なんかな。今まで残したものが全部残ってるとしたら絶対もっと見つけてるはずだから、そうかもしんないね。同じ惑星の1年後、もう病気もないし、なんだろうね、なんでまた降り立ったんだろう。今度は何を、何のために降り立つんだろうね。それがまず気になるな。出がし号はもう全員死んだのは多分報告、俺が報告したはずだし、オーロラ号に残ってるものなんて特になかったし、資材目当て？資材目当てか。資材目当てね。まあ確かに豊富ではあるか。イオンセルとかあったしね。イオンセルはすごい強大なパワー持ってるから確かに、ね、狙い目かもしれませんね。シナリオ分かった。多分、なんか船長間違ってたかな？どう思う？みんな。なんか間違ってたかな？船長の。言ったシナリオ。船長が思ってるシナリオは、合ってた？だってパッド全部読み返してさ、メモ帳に書いてきたもん、船長。こう。こう、こうで、こうで、こうだったってことだよねって思って、メモしてきたよ。そんな感じだったよね。うん。まあ、わかんないところが残ってるとすれば、異星人がなぜこの星に来たのかと、最後リバイア3級にやられたのか、異星人はなんかでも安全地帯になんか退避みたいなこと言ってたから退避したのかなと思いつつも、まあ1000年も前だからもう死んでるのかなとか、異星人はどうなったんだろうなとか、そこはわかんないけど、そこ以外は大体わかったんじゃないかな、多分ね。って感じ。うん。サンクチュアリってのを見つけると異星人がどうなったかもわかる。何それ、まさか見落としがまだあったんか。サンクチュアリなんてあったの？カラーの感染による全滅、絶滅かな。ありえるね。絶滅も、千年も。普通に、オババシーエンペラーさんのエンザイム42だけじゃ、千年も生き残れないよね。サンクチュアリ、そんなのあったんだ。気づかなかったな。どこにあったんだろう。2にある。あ、2でわかるの？異星人がどうなったか。うわ、気になる。気になっちゃったなーって思いました。でもこんだけ1ちゃんとストーリー理解してたら2も楽しめそうだね。いや、めっちゃ、船長あんなにね、なんか、ゲーム内のフレーバーテキストみたいなあんじゃん。なんか、こんなことがあったんだっていうさ、やつさ、割とあんまりちゃんと読まない方なんだけどさ、あまりにもどうなったか気になりすぎてさ、もう全部読み返したもんね。ねえ、いや、いい話だったな。すごい興味をそそられたわ、船長の興味を。珍しく興味をそそられる感じだったな。よし、じゃあ読むか。スパッチ、ちょっと待ってね。いや、面白かったマルグリットの行方もわかる。うわ、繋がってんな。まあ、そりゃ1年後だし全然繋がってるか。うわ、気になるな。船長が飽きずにゲームをやりきったことに感動。これサブアーティカは本当に気になる一心でずっと進んだな。なんかRPG とかで船長が飽きやすいのって、なんか、あんまりどうなるんだろうって思わなくなっちゃったらね、飽きていきやすいんだよな。水飲みます。
そもそも自分が何のために旅をしてるのか、何に向かって旅をしてるのか、どんな謎があるのかとかがねえ、ないとあんまりハマらんかもしれん、船長。じゃあ行きたいと思います。金曜日のレイさん、テラケ、タマキモス、D11J、レンカさん、焼きそばパンさん、アシファルト片面、アズタナビノンマさん、ミヤムチュウ、ネコンブさん、今川焼きさん、ケンジさん、ヤウ、リリシャーロさん、フフトニー、カキグルイさん、アキネリさん、オーラさん、あ、ぷよぷよのマリンちゃん。あー、そういうぷよぷよやりましたね。船長、でもぷよぷよのマリンちゃんとは言ってるけど、自分でね、ぷよぷよのレベル大したことないのはね、もちろん分かってますよ。船長、ぷよぷよはね、結構見るの好きで、結構いろいろ見てるんですけど、ぷよぷよは、本当に上手い人は階段積みなんて絶対しないんで、階段積みしてる時点でマリンはもう、まあ、かなり下のレベルなんのは間違いないんですけど、でもホロメンがね、ことごとくみんな階段積みも知らないから、さ、最強になってしまってる。まあ、小学校で最強だった頃のことを思い出したわ、なんかなんか小学校で誰も階段積みができなくて最強だった時代を思い出しちゃったね。うん、オーラさん、月のうさぎさん、キターナってこと？かけさきあすかってこと？ポンスケ、ショタウイムさん、レンノジさん、ミミ57さんさん、タシナさん、ミツヒコさん、アセロラロラロラさん、カードセブンさん、ニュアジュってこと？ノアザークさん、チュニビオ太郎、あのね、あ、結構、今回、丸山駅前の動画だと、まあ、モンハンやってたじゃないですか。まあ、モンハンやってたんだけど、結構この先ね、普段の配信では、見れないようなゲームとかが出てくるからね、楽しみにしてください。うん。結構船長たちが収録してから出てくるまでラグがあるからね、言えないのがモヤモヤするんだけど、なんかね、こっちの普段の配信、ではできないけども、番組限定で、できるゲームとかもあったりして、そう、普段絶対見れないようなゲームとかが見れてね、面白いよ。船長もね、ちょっとね、この間、初めてね、触った、あんなゲームがあって、ちょっとね、早く見てほしいな。うん。そうそう。ちょっと珍しいのがいろいろね、見れて面白いので、楽しみにしててくださいよ。うん。まあ、今回はモンハンだから、まあ、結構見慣れた感じだったと思うんだけど、他はね、あれ、丸山、あ、でも、あれか、あれ、なんだったっけ、あれと、え、なんだったっけ？あれと、もう一個なんだったっけな？何やったんだっけ？もう一個。あれは覚えてるんだよな。あれと、もう一個何やったんだっけな？思い出せないな、思い出せない。ちょっと、何回か収録したから、忘れちゃったな。初期の方に撮ったやつ、忘れちゃったけど。ま、でも、まあ、珍しい、かなり、そのゲームやるんだ、みたいな、結構珍しい感じのやつ、ですね。うん。カメイメイさん、ファンさん、土曜日に踊るアホイさん、ゼログラビティさん、オーゾンムニさん、雲が出酒太郎、チワックスポニーさん、眉毛さん、カーサさん、ウソダンさん、モンブランに変なモンブランさん、ドーナツおいしいさん、ライカリアチカン、バルカネルさん、妖精さん、タマッペさん、マリンさん。うん、いや、何かはね、言えないんだよね。まあ、ちょっと楽しみにしてくださいよ。あんまり、普段見れないようなやつが出てくると思って。ハローキティのポップコーンマシンとかかな？それゲームかな？それっていう。それってゲームかな？うん。
タグザピチピチケロロさん、月の早見さん、フレディアマルネス、亀梨宝一さん、のどりんさん、赤スパありがとうございます。このシリーズ本当面白かったです。間を空けてでも続編配信するのを一行してくださったら嬉しいです。いやもうこうなっちゃったら続き気になるね。聖女もう一回1のシナリオを解説しちゃうまであるよ、2始めたら。2か、気になるね。2もうクリアしたのかな、みんな。最近出たばっかり？サブノーティカの2って。うん。次のマリアはいつなんでしょうか。なんか毎週木曜日らしいよ。だから、あれ？スコダワが水曜日で、丸山が木曜日ですね。ちょっと前、あ、5月14日、あ、1ヶ月前か。じゃあもうクリアしてる人ももういるのかな？全然知らないな。全然知らないな。その、情報全く知らないから、何も知らん感じで。何も知らん感じで。やっていきたいなぁ。どんな話なんだろう、気になる。どんなシナリオなんだろう、つーって。ポップステップポキタさん、リーゼロさん、ロクさん、FF14 やってほしい。FF14 ってさ、あれですか、ネトゲのやつ、ネトゲになってるやつ。冷やし中華始めました。夏場の雪だるまちゃん、ビューさん、斎藤健、ラングドジャさん、スプートニックさん、ただのおっさん、ネトゲ。ああ、ちょっとやったことあるよ、ちょっと。なんか、相性なんか猫みたいなさ、女がさ、なんか、変な過去のトラウマで、なんかちょっと昔の男にさ、虐待されてさ、なんか、プルプルみたいな、いつもあんなに元気はつらつな猫の女が、変な虐待男にプルプルしているみたいなことがあったりするやつでしょ？その辺まではね、やったんだけどね、やったことあるよ。そこら辺まではやった。そう。船長は、なんだっけな、なんか、可愛い生き物を呼び出せるやつを使ってたんだけど、なんかね、それがオレンジと緑がいたのね、呼び出せるやつが。船長は新しく出てきたオレンジの方をとりあえず新しいからこっちの方が強いのかなって思って呼び出してたら、そしたら、なんかネットの人に、それはタンクなのでそいつは出さないでくださいって言われて、はい、すいませんってなった。どう？これ FF14 の話だよね。違う？これ FF14 じゃない？もしかして。これ合ってる？あれ？聖女の猫の女の話、もしかして全然違う？全然違う？合ってる？あ、合ってる、合ってる、あ、そうだよね。なんで猫の女の話、そんな話ないよって言ってんの？あったじゃん、なんか猫みたいな女がさ、なんか、元気はつらつだったのに、なんかさ、昔の男が出てきたらガグブルし始める展開あったじゃん。あったよね。聖女寝とけて怒られすぎでしょ。そうだよ、聖女。オーバーウォッチ昔やってた時もディーバちゃん使ってたらさ、なんか、なんだっけ。ねえねえ、先輩のことさ、英語でなんて言うんだっけ。先輩のこと英語でなんて言うんだっけ。なんだっけ。トロロ、トロロ、トロロ、スレ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 、チャットにね、ディーバトロロ、ディーバトロロ、ディーバトロロってめっちゃ連投されて、で、なんか、めっちゃ帰ろ帰ろ帰ろ、なんか、チェンジチェンジ、ディーバチェンジ、ディーバチェンジってめっちゃ書かれて、傷ついて、船長はラインハルトに変えて、ラインハルトにしたものの、使ったことないから、ひたすら、突進しては盾を割られて、その場でボコボコにされて、すぐ死ぬ、みたいな感じのことをして、引退した。最初、ゼニアッタ使ってたんだけど、ゼニアッタ使ってた頃は、体力全然ないじゃん、ゼニアッタって。もうすぐに、パーンってスナイプされて、パーンって撃ち抜かれて、もう即、生き返って仲間のとこまでたどり着いたら即死ぬみたいな感じで、しんどかった、マジで。
って感じでしたね。うん、そうそうそう、トワ様とオーバーウォッチしてみて、あ、この間なんかちょっと話してオーバーウォッチしてみたいって話、でもなんか船長はでも全然下手だから、そのエンジョイオーバーウォッチみたいな感じだったらやりたいなと思って、うん、緩い感じならやりたい、緩い感じなら、うん、そうそう、まあ、FF14 はそんな感じで、なんかいろいろ言われて、でしかもその分かってる人たちがこうするって分かってる人たちになんか全くついていけなくて、何をどうしていいか分かんなくて気まずかったマジで、うん、でもガチ側になったら楽しいんだろうねあれって。ジャスティスパンチ渋谷パンっつってね、うん、近くに来たらね、もうゼニアットとかね、敵が近くに来たら撃つよりもうパンチした方が早いし強いよね。そうそう、うん、船長だから Apex 初めて触った時も初めてだったけど、自然とパンチは強い気がしてジャスティスパンチでね倒しましたね。岡地さん、小物杉十五郎さん、ギブミクレさん、シャシャニャンコ、船長のギブクレイさん、LTD さん、船長今日の真冬さん、不死身の見習いら新聞、さつきりく、匿名希望さん、FBW、完全五体リジットさん、ヒロキングさん、ウルトラウルスラさん、ティアさん、スニワさん、ラウラケリーさん、海野サンゴさん、船長のエーペックスまた見てみたい。ねえ、いやー、まあ、笑えるのは初回の1、2回だけだと思うよ。もう以降はね、見ててもイラつくだけかもね。初回の1、2回はまあ、グダグダ初心者でちょっと笑えるかもしれないけど。うん。マダラリンさん、ジャンクラッドで爆弾巻こう、楽しそう。せんちゃん、トールビヨン好きだったよ。わしのタレットがーってやつ。バスティオンとかも可愛いよね。ピポポポポーって言うね。ピポポポポポポー。自然さん、ケンさん、京都さん、眠いハム太郎さん、タララさん、オレとナギさん、ジャンスン、18キャールさん、水曜日の新規さん、松尾くん、ライソーさん、龍崎さん、花火さん、トリスケさん、コムレミナストマトさん、モノミモーカさん、グアジンさん、キヨナさん、タオ、タキさん、シュガーライトさん、ホーライさん、タクコリラックス、ナオルヒーさん、アイスさん、マジでオーバッチ詳しいな。これ詳しいとは言わない、キャラを知ってるだけですよ。うん。せちゃんはバイオハザードといい、ストーリーがいいゲームが好きなのかな。そうですね、ストーリーは結構重視かもしれない。逆に、なんだろう、あんまり自由すぎると多分、どうしていいかわかんないのかもね。でもサブナーティカもかなり自由なゲームだったんだけど、なんか自然とこうしたいっていうのが出てくるというか、まああの救難信号とかもあったしね、これはなんだあれはなんだっていう気になることがいろいろあってよかった。うん、トラジ、ジョナウユウさん、強弱さん、ソウリュウさん、マサトってこと？ウユさん、ルイ、コシャンのおはぎさん、ウツホさん、斎藤亮太さん、カルカンさん、キュウユウサチアさん、ハバネロさん、中田一郎さん、カードセブンさん、リンリンさん、アホイガオカ、君たちのすけべさん、立ちグラスさん、ケイくん、赤スパありがとうございます。お幸せの時に全力で押せということで、最初の船長へ届けこの思い。初赤スパありがとうございます。届きました、その思い。推しは押せる時に押せか。でもなんか、それとはちょっと違うかもしれないんですけど、なんかアリアでね、今楽しめる、今楽しいと思うことは、今が一番楽しめるっていう、
セリフがあるんだけど、実際さ、その時楽しいって思ってることってさ、後から思い返し楽しかったなって思ってもさ、でもう一回やったとしてもさ、でもその瞬間楽しいことっていうのは確かにその時が一番楽しめるよなと思ったから、キマジもなんだろう、楽しいと思える時はもう存分に楽しんでおいた方がいいよね、きっと。ひなりりゅうさん、スペクタルルジグさん、レイチャルちゃん、レイノジさん、キムチさん、ゴミさん、テンタクトパスフレンチさん、ドリームリュクセマルさん、バンケンネコロードさん、バンケンネコロード、八郎さん、ティアさん、カラビナさん、ホロヨロテさん、アンラキさん、ガスパありがとうございます。丸山駅前見てくれてどうも、ありがとうございます。ね、そして、沢の近もね、一緒に冒険してくれてありがとうございました。おかげさまで。楽しみましたね。楽しめました。おかげさまで。ありがとうございます。番組収録大変かと思いますが、無理のない範囲で頑張ってくださいね。いや、ありがとうございます。船長もね、きついと思ったら休んでるんで、大丈夫です。ありがとうございます。冒険楽しかったね。でもこのすごーいって気持ちを共有できる君たちがいてよかった。ラメルユートさん、北野くんまさん、ヨドモスさん、ナオヤンさん、クマネコさん、ノホホンチーノさん、タク7091さん、ショートオートさん、マヤナさん、ロアンスノーさん、イムカニーさんさん、ショートオートさん、カラクーツーさん、木曜日のナコってこと？ゲブラゲブラさん、チェルサーさん、最低だけど斎藤さん、ショヘイさん、マサルルさん、キンキンキンときまんさん、おときのこさん、チェジーエンさん、フジニーさん、スト2やりませんが、スト2か。それと会えた2か。あ、でもなんか久しぶりにエンディングみたいなエンディング。船長のゴミミのようなプレイでもエンディングが見れるのか、挑戦したいね。ね。挑戦してみたい。エンディングを見る挑戦。やったことあんの？船長子供の頃やってたよ。船長ね、技が出ないからね、よくね、コントローラーを逆さまに持ってね、ガチャ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 ってやってたよ。これをするとね、たまに技が出る。アルセイユさん、ガンプさん、クッキーさん、みこちのところ行く？いつも行くから行かないかな。船長、いつもいつも。みこ先輩のとつまち、船長ね、解禁かもしれんもん。マジ、解禁賞まである。ちょっとあんまり行きすぎてもなって思うから、まあ、今回はやめとこうかな。ヒロヒロ、ハリコのトランさん、ショートブレードゲーマーさん、一味鬼雲、セス月光さん、ムンコサイチニーさん、ヒカリュン、ジョナサングレンさん、高井さん、キチキさん、白髪犬さん、ナワグリさん、カオリさん、ライトン、ネコヤナギ、さんマゲリクサさん、月のうさぎさん、カリフさん、あ、お誕生日おめでとうございます。撫でますドン解禁、貫いて、いや、なんかあんまり、いつもいつもいるのもなーって思ったから、ちょっとやめる、今回は。また別の時に行きますよ。カリフさん、あ、カリフさん読んだ。テンコさん、エムサミナさん、18KR さん、サクサンキューさん、NRRTX さん、鉄腕ガッツさん、オフジさん、スカイボックスさん、ゲッタスリーさん、ユキーさん、ネルさん、金賞さん、みこちと喧嘩、そういうのですぐ喧嘩って思わないでよ。喧嘩じゃないよ。違うよ。なんか、いつもいつもね、言ってるのもなんか、なんか見てる側的にもいつも船長だなって思うかなって思って、って思ったんだよ。違うよ、別に喧嘩とかしてない、普通に裏でチャットしてるし。エアボボットさん、マーレ牧場さん、
ゆうさん、そらさん、じっつんさん、カードセブンさん、手羽先さん、チョコ037さん、マルグリット、その後どうなったかわかります？サブノティカ2で。あー、マルグリット、死んだんじゃないの？逆に死んだ以外の何かがあるの？どうしよう、海の怪物になってたら。怖い怖い。うん。なるさん、CB さん、18キャンさん、中田さん、画面端さん、ハゲノさん、トライスピナーさん、シャンク無限さん、ちょっと待ってね。お名前の読み方が分からず。ちょっと待って、調べる。海のさ、狩人としてさ、どうしよう、生き延びてたら強すぎ。うん。コメイジサトーリーさん、ビユさん、ケッケーティーさん、ムハマドマスカワイさん、マイマイさん、イエウさん、ゆうきかぜさん、親知らずを抜かれたガジャポンさん、フランシスライトさん、日本騎士風さん、ね、リバヤさん級も倒せたら、確かに生き残っててもおかしくはないけど、とはいえ、どうかな、深海 500m にいてリバヤさん級戦ってたわけでしょ？酸素はどうしたんだろうって思うけどね、そしたら。ねえ、外に出てた、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、名前忘れた。バーとか、バーとはまあ、陸に行けてもまあ、わかるけど、500m にいて酸素、海面まで上がれたのかしら。まあ、気になるな。気になるな。2の、パッド読みてえ、2のパッド読みてえな。あ、そうだよ、カラー感染もしてたよね、絶対ね。でも生命力強そう。でも10年前でしょ？ 10 年は生きないんじゃないの？どうなんだろうな。いや、気になる。もうこんな考察しても意味ない。もうこれは2をやるしかないんだから。セイバー海さん、名前呼んではいけないあの人さん、ティアさん、ザーリッタさん、月夜さん、どこぞののにやつさん、ソネテアさん、オクエッティさん、ノリンボックスさん、ペコマリシカカタンさん、篠山さん、クロースワンさん、あ、違う、クロースワン、シュガーライトさん、マルタさん、泳ぐなりさん、そこら、あ、妖精さん、レンさん、アンディシエさん、ザコガリのヒソカさん、スプリガンさん、ひたぶし兵庫さん、ホロイロテイさん、ズヨシさん、スニワさん、マゲリクサさん、バルカネルさん、オカジさん、ヒムシンブレーカーさん、ヒカルさん、ハバネロさん、カフェウレ2001さん、ハーを要求する海賊団、エラーラケディさん、コステロさん、ダイシさん、カタバミさん、ベリルさん、サツキリク、エラードルームさん、カヌチユッタ、トマトトマトさん、自称猫耳さん、モチポさん、マダタビ MT2B さん、アズマ太郎さん、アスタンドスフォアフレンチさん、ケツムチのケイさん、源勇気ってこと？グワジンさん、マホイプさん、ケイティさん、ゴリマツさん、強弱さん、オオガミさん、ヒムロシアさん、チワックスポニーさん、梅干しさん、ライトン、船長のタイムカプセル見つけられるように探索します。見つけられるのかな？これ1データにつき、1データにつき、1データにつき、1タイムカプセルとかだったとしたらは相当見つけられないと思うけど、見つかるのかな？白髪犬さん、痩せ失った狼さん、唐靴さん、偽足さん、七星さん、手羽先さん、ガンプさん、
アナコンダさん、カーサーさん、前ジホさん、ジャンスン、ジュリエット・シエラさん、ケイさん、シャロットさん、アレッサさん、液晶容赦ジアさんさん、ちなみに1000回1万ぐらいまで行ったことありますが、何もないんだぜ。何もないんだ。それは残念。テラリアならね、下へ下へ潜ればね、なんか地獄みたいな世界とかもちゃんとあるのにね。ねえ。あってほしいよね、そういうのは。上に上に登ったら、ね、なんか展開みたいなのあってほしいし、下に下に潜ったら地底みたいなのあってほしいよね。ほろ酔いライブビタアラッテさん、辻堂しおさん、ニュアージュってこと？やらたかジャンキーさん、タオ、アンラキさん、ゆうすずみさん、まゆげさん、ジェルザーさん、アシュファルト固め、レイナジさん、フランシスライトさん、アカスパありがとうございます。SF シナリオ興味深かったですね。ねえ、聖女のプレイを通じて探索楽しめた？結構ね、人によってかなりスタイルが異なるゲームになると思うから、何回やっても楽しめそうなゲームですね。事前準備大変だったと思いますが、ミロも熱中できる配信、本当にありがとうございました。あ、確かになんか、船長この配信のために裏で素材集めをしておくとかは、なんか、こう、久しぶりの経験でしたね。楽しかった。いや、見てくれて本当にありがとうございました。あ、今月アニメキャラとのライブは、そうだね。そう、クロービーありますから、皆さん。クリーミーマミー、プリパラ、あとはね、ナトリもいて、ルーナタンもいるライブがありますから、ちょっとルーナタンと最近はね、ちょくちょく間を縫って、ダンスのレッスンを受けてますけど、楽しみにしていてください、ぜひ。山吹愚かさん、クレナードミラールさん、不良じゃない不良さん、イータシナさん、タムキムス、コモレミナストマトさん、ヘイヨンさん、ホイダフールさん、ジュハッキンアルさん、テンテコテコテイさん、ヨツメンさん、MRK、マンさん、クレミアさん、斉藤健、体力ない二人がいる。そうなんすよ、もうグダグダですよ、グダグダ。まあ、体力ないなりにね、ちょっと、まあ、レベルが低くても、やるだけ頑張ろう、みたいな感じで、頑張ります。二人ともフラフラになってそう。いや、フラフラになってますよ、二人とも。ダメダメでーす。二度寝さん、レイチャルちゃん、辺境のカリウドさん、赤スパありがとうございます。冒険、やはり冒険はいい。これからも船長の公開にお供しますね。冒険楽しかったですね。ありがとうございました。お供してくださって、おかげさまで楽しめました。これからも、2やるときもね、他のゲームやるときもどうぞよろしくお願いします。エッチマンさん、赤スパありがとうございます。素晴らしい冒険ありがとう。いや、こちらこそもう本当に、ねえ、船長のなんかこの興奮や感動を君たちにね、共有できてすごい楽しかったです。ありがとうございました。ほんと楽しかったです。ねえ、それこそ、なんだっけ、サイクロプス作った時とかね、君たち見たらどんな反応するかなとか、ね、ワクワクしましたね。京啓さん、バナナミルクさん、マダラリンさん、ハリコノトラさん、R2D2 さん、シュガーライトさん、ジオさん、ウサギジニーさん、ヨシミさん、カニセイヨンさん、モグモグさん、ハムコウさん、ワイクエントングさん、リュウノスさん、ジュゲムジュゲムさん、マイタカラバコさん、シェンチューンさん、カオリアカスパありがとうございます。なあ。ああ、よかったよかった。一緒にワクワクしてもらえて、よかったです。船長もめちゃめちゃワクワクしましたね。もう異星人の謎突き止めたすぎて、他の基地見つけた時のあのワクワク感。いろんな施設も超ワクワクしましたね。この星に残されたいろんな謎に触れて、最後はね、シークイーンさん、シークイーン？シークイーンじゃなくて、シーエンペラーさんにも会えて、シーエンペラーさんの子供たちを解き放つこともできて、エモかった。この星をなんか救っちゃったな。
1兆円の借金を背負ってるものの、船長はこの星の救世主ですね。ゼノさん、オレマーズさん、ドロボッチさん、カゲキヨさん、ギョワイリーゲオさん、タヌキのポンタ、カメメさん、聖天使猫姫、ニャンニャンフーニャン、ライトットさん、ソムカオツガチさん、ジュンキチサンペイさん、闇ウサギさん、ガスパありがとうございます。メンバーシップ1年どうもありがとうございます。なんか怖い映画をさ、同時視聴したいんですよね。なんかいい映画ないですか？怖い映画。借金返済できる気がしない。いや、この主人公どうなっちゃうんだろうね、2の時は。どうなってるんだろうね。かなり英雄だと思うんだけど、この星で生き残って、ウイルスの治療までしたんだから。はい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 。ロボコ先輩が言ってたやつ、エスケープルーム。エスケープルームって、アマプラとかにあるんかな？船長が見る分には全然借りるんだけど、借りなきゃいけなかったら君たち、ちょっとあれだよね。ちょっと一手間になっちゃうから、ちょっと、あれになっちゃうよね。ちょっと、あれに。キューブ船長ね、3回くらい見たからな。あ、レンタルか。でもレンタルだとでもあれじゃない？ちょっと。インターステラー、インターステラーはもう神マジで。船長最初ね、インターステラーのね、時間見てね。あ、確か2時間47分くらいあるんだけど、2時間47分だって、映画って普通1時間47分くらいだからさ、3時間近くあるじゃんと思って、だるーと思ったけど、見始めたらもう、終わんないで欲しかったもんね、もう。あー、終わらないでーってなった。ずっとずっと見てたい。インターステラー。マリラミオシネル、ミルフィーユさん、ビスマルクさん、斉藤亮太さん、ザ・レッド・スカーレさん、竹宮さん、フピスクラッチさん、サラリアさん、土曜日に踊るアホイさん、S さん、フートニー、ミネさん、ニューイナサンキューさん、ケビヌコさん、肉好きの男さん、メトサンジューさん、テスラさん、シバンイーヌさん、無情さん、バイオ、見ようや。バイオか、バイオ。ワンが結局一番面白いよね。やっぱ、パンデミックは始まりたてが一番面白いっすよね。なんか蔓延しすぎちゃうとちょっと、もうなんかそれが日常になっちゃうからな。日常が崩れるところが一番面白いんだよな。無情さん、リリシャーロさん、ケンジさん、ムンクサイチ兄さん、アカスパありがとうございます。あ、君も遊んでるんですか。サブノーティカ。ちょっと船長のプレイが超ネタバレになっちゃいましたけども。いや、でも楽しんでくれてよかったです。カプセル、ぜひぜひ、タイムカプセル探してください。ありがとうございます。森の熊蔵さん。リオさん、ヘッシュ判定のあるアフロさん、ティアスさん、アカスファありがとうございます。船長が、サブノーティカ初めてプレイした時からマリン船長の配信、もう、初見だった。あ、サブノーティカ初めての時が初見だったんだ。いつの間にかエンディングね、本当に。ね、たくさん付き合ってくれてありがとうございました。サブノーティカは完結まで、行ったシリーズだから、再生リストとか作っとこうかな。せっかくだし。ありがとうございました。付き合ってくださって。船長もおかげさまで楽しく遊べました。ありがとう。ちーちくさん。ヨドモスさん、ガスパありがとうございます。アメーバ1年記念どうもありがとうございます。ハム太郎ガチ勢ぶりに面白いものと追い続け、いつの間にか1年。それで言うと、ハム太郎ね、コロネ先輩とやろうって話してるんで、
ちょっと楽しみに待っててくださいよ。うん。近々やりたいと思ってます。ハム太郎。うん。船長はガチなんで、あの、後方腕組み、指示中面で。でも、コナネ先輩が指示中タイムって言うまでは黙ってますね、ちゃんと。匂わせ指示中面で、やりたいなって思ってます。うん。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ジョハキアールさん、ポンコツゲームスさん、サープさん、ヨヘイワイさん、ショータソマーコアンさん、マルタさん、カスパありがとうございます。いつの間にかメンバー1年過ぎてた。適当に撫でといて。撫でまーす。ぽいぽい。ちょっと適当な撫で。メンバー1年どうもありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ちょ適当に撫でたから、丁寧にも撫でましょう。撫でますドン、はい、丁寧撫でもしつつ、あとは、あとはですね、ここ読んで、ちょっと待ってね。ロワンスノーさん、F はみつきさん、ゴンゴデュフフ、ゴンゴデュフフさん、ペアロさん、家族から応援してます。船長、サランヘヨ、サランヘヨー、アニョハセヨー、なんだっけ、ありがとう。カムサハムニダーたけ、タチケンさん、リドエルさん、カイエヌさん、クータヤーノ、栗原竹次郎さん、ヘンシャコさん、ハリエ職人さん、マイマイさん、河合さん、赤スパありがとうございます。うんうん。ねえ。あ、現実で海底資源探査やエネルギー資源の試掘を行っていますが、ゲームでは楽しい発見の毎日です。へえ、どんな発見があるんだろう、それって。海底資源ってどんなのがあるんですか？どんな感じなんだろう？すごいお仕事ですね。学者さんってすごいよね。何なんだろうね、学者さんって。未知だわ、もう船長にとっちゃ。ありがとうございます。クレイジーサイクルならおさくさん、もとしきさん、まやばちさん、みたこさん、次にやろうと思うゲームありますか？まあ、サブノーティカの2はやりたいけども、一旦違うのやろうかな。前々からやろうやろうって言ってたバイオのリー2とか気になるし、RE2 か、RE2 も気になるし、あとはね、あ、なんかポータルとかもなんか、結構話が良さそうで気になっている。R9003、シックナイトさん。ちょっと待ってね。ポータルできる。ポータルできるよ。できるよ、ポータルは。遊んで OK のゲーム。ポータル神ゲー。ポータル大好き？ポータルズグッド？おー、チークのマリン来るな。なんかチークの部分が気になってるんじゃなくて、なんか話がね、なんか良さそうなんだよね。なんかチラッと聞いた話だと、ポータルコラボ見たいかも。ポータル2までやらんと面白くない？あ、2がいいの？ 1 と2もやってほしい？ 2 が好き？へえ、気になる。1も2も2人でできるの？ 1 も2も2人でできるの？うん。あれって物語あるの？なんかね、アルポイドだよ。うん。あ、1は1人なんだ。じゃあ1さっくり1人やって、2を誰かと遊ぶか。誰がいいかな？一緒に遊ぶなら。結構難しい。じゃあちょっと頭のいいやつがいいな。頭のいい人間がいいね。
賢さを持っている人間がいいね。イヒェオンチャングさん、シシロン、あー、ボタンさんは賢いよね。ボタンさんは強そうだね。ペコラで一緒に沼ってほしい。沼りそう。ミコチやミコチも沼りそう。沼り散らかしそう。ミコさ、ちょっとわかんないからさ、ちょっとこっちじちをおじたんのコメント、ちらみたいな、しそうじゃない。うん。反逆王さん、お茶漬けハンターさん、アステレイドン、マリボンさん、マエジホさん、空と人でさん、想像できる。うん。ポータルか、ポータルやってみたいな。ポータルやってみたい。ポータルならでも短そうだから、さっくり、1はさっくりやっちゃって、2は誰か誘ってやるか。そうしようかな。うん。もう1をクリアした気になってるのか。ワンはすぐクリアできるでしょ。うん。どれくらいかかるかなって思って、ココさんのアーカイブの時間見たら3時間半くらいだったから、すぐクリアできそう。KFC ブルーギターさん。そして、黒豆さん。ドロトチャーリーさん、エース、ケンドレルさん。うん。じゃあ船長なら4時間だな。ってことは7時間以上か。なんでそんな船長がさ、まるでバカみたいに言っとくけど、マリンつったらチークのマリンの名でとどろいてっからね、この世界で。チークのマリンちゃんなんですけど、舐めすぎでは？うん。舐めすぎでは。実はね、船長なんでポータルが気になるかっていうとね、なんか、エンディングの曲だけちょっと知ってて、なんか有名だから、曲だけちょっと知ってて、なんか、歌詞がすごい気になって、なんか、ストーリー良さそうだなって思ったんだよね。船長なんかピタテンとかもね、ピタテンもキャラソンのアルバム買って、で、キャラソンの歌詞で話が気になって、買ったんだよね、漫画。そうそう。だから、あの曲すごい好きだからね。あの曲が、なんか、流せるならやりたいと思ったんだけど。で、マネージャーに確認したら曲も流していいっつってたから。そう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 。全然うろ覚えだけど、なんかいいなって思った記憶があるのよ。うん。そうそうそう。そういう入りもあるよね。うん。船長のことも曲から入った人っているのかな。あー、神様、いつかこのマリンを本物の海賊にしてくださーいっての聞いてさ、本物の海賊になりたいのか、気になるな、ちょっと、今は一体何だって言うんだみたいな感じでさ、気になって入ってくる人とかいるのかな。ミミゴナナさんってこと？ F1 みつきさん、サロモン、アンダーソンさん、さんをつけるよ、デコスケ野郎。つるぎけいさん、林ともノブさん、バカボンさん、みたこさん、ひぐらし太郎さん、HJ しんさん、ふわみつきさん、ジゲムジゲムさん、ジャパンさん、マッピーさん、キムジュンさん、フートに、SCP-169 リヴァイアさん、さん、アサマンさん、カードセブンさん、ガスパありがとうございます。うん。
船長が激ハマり楽しそうにしてるのに和んだ。ありがとうございます。ねえ。あ、丸山駅前で定期的に可愛すぎるマリン船長の薄腕が見れるの嬉しすぎます。動きが可愛かった。そうですか？ありがとうございます。これからもね、一生懸命、体力ないのにもかかわらず、一生懸命動いてるので、これからもどうぞ、よろしくお願いします。ゆずみかんさん、フランドールスカーレット、フランセスカバレッタさん、リドさん、ちょっと待ってね。最近マジで韓国の方本当に多くなったな。ユニさん、マッピーさん、マホイップさん、赤スパありがとうございます。うん。最後に乳首ボーイガールが可愛すぎて仕方なかったよ。乳首ボーイガール可愛いよね。ぜひね、自分でサブノティカプレイス、あ、ていうか2にもいるのかな、乳首ボーイガール。また会えるといいですね。あとは、ちょっと待ってね。ドゥン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 。うん、ちょいお待ちを。ログを確認中なんで。ヤゴの風呂水さん。これは。最近めっちゃ韓国語の読み方調べてる気がする。ハネルドッチさん。合ってんのかな？ハネルドッチ。ハネルドッチさん。シャルル。動きがいちいち可愛い。そうですか。動きが可愛いなんて。そんなん全然言われないけどなぁ。アイヌンナジムさん、カメメさん、ギリギリカカツガワさん、いい子りは、イヘンチャン、イヘンチャンさん、赤スパありがとうございます。サランヘヨー、アニョハセヨー、なんだっけ、カムスハムニダだ、カムスハムニダ。ちょっと待ってね。あとは、アンライクキャットさん、オーマさん、カルセムさん、カスパありがとうございます。オーバーソウル歌ってくれてありがとうございました。オーバーソウル。あ、ガチ恋ブロマイド忘れた。やんなきゃ、ガチ恋ブロマイドあげなきゃ。またね、曲も頑張っていろいろ覚えていきます。ありがとうございます。フラッチさん、ポータル2のストーリーやるなら協力プレイでなく一人でもやる必要があるのでご注意。あ、そうなんだ。知らなかった。一人モードと二人モードでシナリオが違うってこと？ということで、ありがとうございました。また、明日、そうだね、明日。また明日、お会いしましょう。あ、それでは、いきますよ。出航！